どうも、お酒は立ちなってかまさやんです。こんにちは。はい、今日は2019年1月の10日でございます。はい、先日のですね、メンテナンス終了後に突如新機能ということで、公式からアナウンスありました。はい、今ちょっと画面で操作してるんですけども、補助ってとこからですね、タイトルに飛べるということ でそこからまたね、ゲーム内に入り直せるというね機能がついたんですけど、エグタイゴ、これ神だ、神。うん、いいことはいいとね言わないといけない、ということでね、これものすごいね僕ストレスに感じてたんですよ。これなんかオフ会で意見が出たんでということで、改善しましたって、言っておられたんですけども、ほんとね、僕みたいにこの第三国志図形でしかもいくつもサーバーをやってる人間にとってはですね、こうほんと短い時間内に行ったり来たりすることがものすごいあるんです。で、しかもその行き来がやっぱり一回タスクキルしたり、まあその他の方法もあるんですけど、やっぱりね時間かかってたんですよ。まあ、時間かかるって言ってもまあ数秒、数十秒かからないか。でもそれは積み重なるとものすごいストレスだったんですけど、これがねめちゃくちゃ速くなりました。はい、今ね画面操作しますと見ての通り超速いし、なんかゲームダウンロードの時間みたいなのも、まあ、あれも1秒2秒ぐらいなんですけど、あれもないので、もう行き来がすごい速いからですね、これはね神でした。ありがとうございました。はい、ということでこうやってねいろいろ上の方からもね、ゲーム内の改善っていうのがされておりましてですね、ほんとね少しずつストレスもなくなっていく、ゲーム環境としては快適になっているかなと思います。はい、ということで今日はね昨年改善された機能ベスト3、そして今年私個人的にやってほしい、機能改善ベスト3、ベスト3っていうかな3つ、そして、これはまあ無理だろうけどね、夢の話だろうけどやってくれたらなっていうのを3つ今日はあげたいと思います。はい、まず、昨年ね、改善された紙アップデートというか改善点、これはですね、まず一つ目は自動中継機能。これはマジ熱い。社会人の人ってね、なかなかこう仕事とかしてたらね携帯触れる時間というのがないわけですよ。で、工場とか戦争のですね最前線の土地にね移動するときに、やっぱり中継なんか遠いところになると要線をね2個3個ね経由しないといけないんですけども、まあその都度ね中トンっていうね1時間とか2時間おきにね中継要線に着いたらまた次の中継みたいなポチポチせなければならないし、もうそうもね毎回それに張り付いてポチポチできないので、それで移動時間がすごいかかったりすることもありましたし、ついうっかり忘れててね、工場よしやるぞって言った時にあれいねえよ舞台がみたいな、あれ1個前の中継要塞でまだ駐屯しとったっていうね、そういう忘れてしまうことがあったんですよ。それをね一発で改善してくれて、これは超楽になりました僕は。仕事中とかもね途中こっそり抜けてトイレでね駐屯移動しなくて済みますからね。はい、ということで、これはすごかった、完璧だ。今でもね重宝しております。ありがとうございます。はい、続きまして戦歴保存、これも神だ。はい、この戦歴保存っていうのはやっぱりどんどんね戦歴が更新されていくので、やっぱりね参考になる戦歴って残しておきたいし、自分がねすごい勝った時や負けた時の、まあ、分析の時にね残しておきたいっていうのもありますし、僕みたいにこう SNS とか動画でやりたいときにね、その戦歴を紹介するときに昔の
この戦略からね画像を引っ張ってくるんですけど、うん、まあそういう時にね、きっちりと保存しとけばすぐね出し入れできるので、これは本当神アップデートでした。ありがとうございました。続きまして3つ目はね、暦。はい、暦です。僕はあのメイン集とか今やってないんであれなんですけど、まあ、1回メイン集の時にこれアップデートきたのかな。うん、暦機能はねマジありがたい。本当あの同盟表記だけじゃねもう表せないっていうことって多々あるんですよね。説明したいし、なんかいろいろ工場だったり、戦地のねその要塞立ててほしいとかね、まあいろんなこう同盟に伝えたいことをね、同盟表記だけでは足りないし、手紙だとなんか忘れちゃうし、なんか読まなかったりねされたりということで、まあ暦だったら一発やポンって見れるんで、暦見てくれってね、周知徹底すればなんかより同盟に伝わりやすく、同盟も見やすいっていうね、これは良かった。うん、あの同盟表記、そうだ、追加で言っちゃいけないけど、同盟表記さ、あの確か今でも名手が2つとか副名手2つとかね、うん、あれもうちょっと増やしてくれないかなと思ったりするんですけど、ね、先に言っちゃった、今年改善してほしいとか、まあそれはベスト3に入らないんですけど、はい、まあ、そんな感じです。ということで、はい、ちょっと先走りましたけど、今年、この機能改善してほしいベスト3、はい、まず一つは、チャット誤爆防止、もしくはチャット削除機能ですね。はい、あのやっぱり誤爆まだまだ多いですよ、うん、特に同盟チャットに書き込もうとしたこととかね失礼、幹部のルームで書き込もうとしたことが、まあ、前兆とか自習者に漏れちゃって、作戦が漏洩してしまったとかね、つい、本音が、もう誤爆で流れちゃったっていうことは、ね、結構まだあるんですよ。であれね、まあなんか押しにくいというか、まあすごい、間違いやすいしね、あとやっぱ酔っ払ってたりね、ちょっと寝ぼけてたら、ちょっと間違えてやっちゃうってことも僕も何回かありましたし、うん、で間違いは誰でもあるのでね、その挽回できるねチャンスをぜひということで、あと削除機能もね、そうすればまあもしやっちゃったということで、まあ何人か見られたりスクショ取られたらまあおしまいなんだけど、気づけばすぐ消せばね、あの証拠として残らないので、まあそういう機能欲しいかな。まあ前にも一回言いましたけど、その自習チャットに書き込んでいいですかみたいな、全チャとか、まあ全チャだけでもいいかな、全体チャットにこれを書き込んでいいですか、はい、いいえみたいな、まあ、そういうワンクッションのね問いかけがあってもいいかなと思います。はい、続きましてね、戦法 の部隊戦法の一覧、これをね、すぐ見れるようにしてほしいかなと思います。今スクショ用ですってみんなチャットに貼り付けるんですよ。でチャットで貼り付けたらそれで見れるっていう状況なんですけど、やっぱりいろんな部隊ね、何個の部隊持ってて、それをね全部チャットにこう貼り付けて、ちょっとスクショ用ですすいませんみたいな貼っていくのってなんか気が引けるって時あるんですよ。で僕もさっきのあれだ、戦力保存じゃないけど、SNS とか、まあ動画の方はね自分で作ればいいんですけど、はい、まあよく作りますけどね、舞台戦法どういうのをやってますかって言った時に結構聞かれたりするじゃないですか、 Twitter とかね、そういう時ポンポンってね出してポポンって、やりたいわけですよ。なのでまあ、それは僕はやっていただきたいから、いつでもね、ワンタッチで見れるような感じで。ちょっとチャットに貼り付けてみるっていうのがちょっと手間というか、まあ、心苦しいかなっていうのがあります。はい。あとは、最後。ルビー振ってください。はい。ということで、未だにね、城の名前ね、わかんないし、武将名たまにわかんないし、戦法名も、あまりわかんない。でも、まあ、それ分かりやすいように、ネットとかでもね、読み方を書いてくれてる方もいらっしゃいますし、あるんですけど、これネットでも結構難しい中国の漢字ですか、出なかったりね、
することもありますし、もうやきもきするんですよ。で、間違えた言い方してたらね、あ、こいつ無知だなって思われたりするし、いまだにね、それを知ろうとしない、まあ、調べようとしないこともたまにありますけど、まあ、それがまあいけないんですけどね。だからもうちょっと、なんか、パパッと、まあ、いい大人なら、まあまあ、ある程度読みますけど、漢字苦手な方とかね、若い方とか、言ったら、全然わからないっていう人もね、多々いらっしゃるので、はい。で、まあ、工場の時とかね、うん、まあ、コピペとかできるのかね、ちょっとよくわからないんですけど、僕はちょっとできなくて、iPhone でね、名刺とかが、こう、工場日程で貼って、この城の、名前をこう書きたいんだけど、書けなくて、なんか、別の漢字、似たような漢字を書いたり、丸で表記したり、丸なんとかって、丸よ、みたいになってたりしてね、座標だけ書いてあるってことがありますけど、まあそういうところの改善もね、していただければと思います。はい。まあ勉強にはなるんでいいんですけどね。はい。はい。で、最後は、まあ夢のような機能ということで、希望する、ベスト3ということでね、喋っていきたいと思いますけど、まずはね、これ、第7サーバーの同盟で出てたんですけど、武将トレード。はい。まあ、なかなか難しいでしょうけどね。で、まあ、何でもかんでもトレードしたらね、もう、拉致が開かないので、まあ、1人、1武将ね、1武将限定で、まあ、相手と、まあ、成立すれば、交換みたいな。まあ、それは同盟内の機能でもいいんですね。武将交換っていう同盟じゃないって、国家技術か。国家技術とかで、結構、なんて言うんだろう。大型要塞ぐらいね、厳しい条件にして、まあ、武将交換、機能みたいなのがあってね。で、同盟内でこう、持ってる武将と持ってない武将を交換すると。なかなかね、一点狙いって難しい今時期に入ってきましてね。でもどうしても欲しい武将ってのもありますから。はい。なかなかピックアップとかのガチャでもね、当てにくいですし。まあそういう機能があったら、すごい、なんとか難民っていう人がね、多数の方が助かるかなと思います。はい。それともう一個は、対人の模擬機能ですかね。演武って今あって、演武は、まあね、毎日一回更新されまして、コンピューターのね、舞台と戦って、まあ、いろいろ、なんだっけ、動線もらったり、玉もらったりね、まあ、資材もらったりするんですけども、まあ、そういうんじゃなくて、対人で、同盟、ただこれも同盟内でいいんですけど、同盟内入ってたら、同盟模擬みたいな。自分の部隊と相手の部隊を設定して、それでまあ戦って結果を見るみたいな。うん、結構対人戦の、まあ戦争中ならまあいいんですけど、まあ自分の当たりたい部隊、これ5連に強いかなとか牙に強いかなって試したい時になかなかそれできないことあるし、やっぱコンピューターとかだったらね、参考にならない時があるんです。僕もレベリング用と対人用の戦法ってやっぱ付け替えていますし、まあそこら辺でね、いろいろ、シミュレートしたいっていうのはありますよね。完全シミュレーターとかちょっとやりすぎかもしれませんけどね。全武将、全戦法、全レベル、全捨て振りとかも全部自分で自由にできて、自由に設定できて、まあ、自由に戦わせることができるみたいな、ちょっとそれはやりすぎかなと思うね。まあせめて同盟内、自分の持ってる部隊と、同盟内、同じ同盟内の方と、まあ、舞台とまあ戦うっていうね。まあそういう機能があってもまあ面白いかなと思います。はい。最後。これはもう機能でも何でもないんですけどね。今年やってほしい。復刻勝負です。はい。ということでね。まあ2周年でもいいんですけどね。やっぱり、持ってない武将、戦法でも取り返しのつかない。S2、S3 の時のね、武将や戦法を手に入れることが今では現在不可能ということでございます。まあ、ただ、表記にね、最近書いてあるんですけど、限定武将、シーズン限定武将はまた出ることがありますみたいなことがあったので、これはもう期待させていただきたいと思います。僕が今、もうぜひ復刻で欲しいのが、ユミリョフですね。S2 ユミリョフと S2 の角化。大閣下ですね。はい。あと、戦法。今、各所、また各所のことについて熱く語りますけど、砲炎を持っていないっていう。
あの第7サーバー、元第1サーバーなんですけど、その頃ってもう最初の頃って無知だし、今となっては後発サーバー出たら先発サーバーの情報ってのいっぱい出てますから、ね、これやっちゃいけないこととか、まあ、僕でも動画でいろいろ言ってますけど、ネットで調べれば、うん、これは気をつけようとか、これは絶対分析しておこうっていうの注意点が分かるので、今はね、大丈夫ですけども、僕らの時はもう何も分からなかったし、まして僕もど素人で、無知で、だったので、もうね、そういう戦法とかもこれは分析しておこうっていうのを知らなかったんですよ。で、各所に方言が強いって言って、方言探したらないっていう、ね、最悪、はい、ですね。格欲、方針、方言ね、ここら辺ももうぜひね、忘れないように皆さん S2 やる方、はい、よろしくお願いします。ということで、復刻ガチャはね、ぜひぜひその救済という意味で、ぜひぜひやっていただきたいと思っております。はい、ということで、本当ね、でもこの1年かなり機能改善されてた、されたと思います。本当ね、 M 環境良くなって、ストレスがね、どんどん減ってる感じではありますのでね、これからもね、どんどん改善していただいて、またユーザーのね、意見を取り入れていただいてね、より良いゲームにしていただきたいと思っております。ということで、お酒は私の手が混ぜんでした。ありがとうございました。